皆さんおはようございます。私が磯田康はこれですよね。はい、70歳になりましたね。笑ってる場合ちゃうか。いやいや、まあ、笑っても泣いても70歳になりまして、66歳の時に英語の勉強を始めましてね、それで1年目で英検1級、英検じゃない準1級だ。むちゃくちゃ言ってるな。今日は下があんまり回りませんね。3年目で英検1級にも合格しましたということで、この動画を作っております。はい、今日は何の話ということで、サムネイルからいきましょうか。こういう感じですよね。はい、これでスタートしましょうかということで、このレアジョブっていうと こっちの方か、レアジョブっていうのをね、紹介されたんです。っていうのは、私この動画やっててね、よく来られる常連さんたくさんおられますよね。はい、そしてオンラインサロンみたいなやつさんやっていうか、ズーム会議って呼んでてね、そこへ出て来られる方で、非常に熱心な方で、いつも来られる方で、男性の方がおられまして、50代の男性の方で、でその方が、あそこのレアジョブっていうのを入ってて、非常によかった、いいですよということで、推薦していただきまして、私は一回やってみますわ、というので始めました。まだ初めて1週間経ってないんですけどね、ちなみにこれは1ヶ月6000円のコースを選んでおります。1ヶ月6000円で、いちいち1回まで OK ということで、毎日英会話取っていただいても OK ということで、授業時間はね、25分ですね。25分、1日ほとんど、まあ、朝から晩まで、いつでも好きなとこを取って、最大1日1回ですから、1ヶ月約30回、取っても6000円。極端、私の場合はほとんど毎日、ほとんどというか、もう毎日やってるんですけどね、毎日取ってるんです。ですから、大体1回が200円ということになりますよね。ですから、これはまあ、料金的には非常に格安だと思いますね。はい、で、出てこられる先生っていうのは、フィリピン人の方ですけれども、非常に英語を堪能ですし、今までのところ、毎日先生変えてます。もちろん連続して同じ先生に当たってもいいんですけど、こちらの自由に選べますのでね、こちらから選ぶことができますけれども、まあ、最初はできるだけたくさんいろいろな先生に当たっていって、でそのうちね、一応チェックして、この方とこの方まで次行きたいなっていうのをチェックしてありますけれども、とりあえずまず1ヶ月ぐらいはざーっといろんな方に当たって、でそれから、まあ、お気に入りの人ときっちりやっていったらいいなというふうに思ってやっております。まだ1週間経ってないんですけどね、その限りに関しては非常にいい先生ばかりで、私が来てね、あ、これちょっと問題やな、これやめといてよかった方がやな、なんて思ったことは1回もございません。そういう点では非常に優れた人ばっかり集めてますよね。なんか宣伝っていうんですか、このレアジョブの宣伝で6000人の講師をこう、確保してるという話ですよね。ですからほとんど、予約がね、取れない時のことなんかなく、すぐいつでも、予約が取れるということで、しかもかなり十分水準の高い先生ばかりということで、私としては、言ってこれさえ、やってよかったなと思っております。今のところね、はい、そう思っております。で、どういうふうに取り組むかっていう話なんですけどね、まあ、私の場合は最初に、まあ、自己紹介をして、それから今日はこのトピックとこのトピックでいきますよって言って、ほぼ、時事問題ですね、時事問題というか社会問題ですよね、を取って、で最後に新和先生、ね、今日の評価っていうんですか、私のちょっと悪かったところとか、こここうしたらいいよっていうようなところを後で指摘してくださいというふうに最初にもうボンと言うといて、それから会話に入っていくという、こういう手順を取っております。で、まあ、ちなみにここのところは大体の話題っていうのは、一つはあれですよね、東北、福井、福島県の原子力発電所からこう汚染水流す、海へ捨てるという話とか、それからあとはやっぱり今一番こう皆さんの関心のあるとCOVID-19 ですか、COVID-19 の話と、それからあとはまあそれに絡んで今年オリンピックどうなるんでしょうかというような話をしております。で、まあ、結構昨日の先生とはね、ちょっと福島県の例の、放射性物質が若干入っているものの汚水を太平洋へ捨てるという話で、結構盛り上がりまして、盛り上がるというのはどういう意味かと言いますとね、まあ、基本的にあれはね、もうやむを得ないもんなんだけれど、まあ、ちょっとイメージ的に悪いということがありますよね。特にですが、福島県の漁業関係者の方が非常に反対しておられるというのは、これは非常にわかるんですよね。まあ、実際科学的にはね、特にそんな被害のある
ということは考えられないんですけれども、やっぱり風評被害っていうのが出ますよね。それをどう対応するかという問題と、もう一個あれ、決まってこういうことをやると韓国と中国が文句言ってきますよね。まあ、あれどういうことなのということで、昨日その話、先生と話したらもう結構盛り上がりまして、あんなもんまたあの国のことだから利用して、ね、ちょっとでも何か日本のこの悪いとこを見つけると、それをネタに今有するといったことは悪いが、ちょっと圧力かけてその自分が有利なポジションに立とうという、まあ3つものことでしょうあれはって、そう思われます、いや私もそう思いますよって言って、あんまり言ってんで、特にね、別に韓国のことを悪く言うわけじゃないんだけれども、あそこの国も原子力発電所を持ってて、しかも日本の今放出すると言ってる汚染水よりもさらに濃度の高い汚染水をどんどん捨てておるのはあの国なんですよね。それでどういう感情で言えるんだ言いたくなるんですけれども、さらに中国なんていうのはもう公害出国みたいな国ですよね。あんだけもうバンバン公害垂れ流してる国がもう文句言ってくるってのあんまりじゃないですかというような感想を持ちましたですね。はい。でまあそれはフィリピンの方々も非常によく知っていて、安心してくださいって日本の言うてることは正しいですよと言われて、内心安心したというようなことがありましたですね。それは昨日そんな話してて、でまあその話題をいくつかの話題を振っていってディスカッションして最後に訂正していただくという、まあね、それをしてもらわないと、言いっぱなしで終わってしまいますのでね、ぜひこちらの悪いところとか、こうした方がいいよというところがあったらいうことで、最後にはその総括みたいなことやっていただいて、ね、なおかつこう、メモをこちらへパッと送ってくることができるようになってますのでね、でこうとか、この単語こうとかいうのを後で送ってきていただいて、これはもう記録に残せますのでね、そういうことで非常にこう有意義な時間が過ごせていますよね。はい。まあどうしても私の場合はインプットが中心になってるんですけども、まあ来年あたりから英語で喋るチャンネルを作りたいと思ってますのでね、喋る方もちょっとこう真面目にやっておかないかんでね、そういうのをやっておりますということですね。はいはい。なんでよく質問を受けるの、スピーキングの練習はどうなんだっていうって言われる方いるんですけどね、まあ私なんかこの感じることっていうのは、第二言語の場合ね、第二言語の場合はそんなにもうガリガリになってスピーキングなんかやらなくて、やっぱり一番重要なのはこのインプットの量をもっと増やすいうことでしょうね。それは聞く方と喋る方とね、喋るっていうか読む方とね、でそれでまあインプットはこれぐらいにしておいてんで、方が、例えばね、喋る練習ってね、極端な話でやらなくても人間ってね、大量に聞いて読んだりしてると自然と喋れるようになっちゃうんですよね。その辺のメカニズムはね、なかなか難しいらしいんですけどもね、できるようになりますよね。で、で喋ってるっていうことを時に、あそこで読んだこれとか、あそこで聞いたこの言葉を使うとかいうことをやっていきますよね。だから喋るだけの練習ってのは、どうなんかな、それ以上にその喋るべき内容をこう貯めておくということの方がはるかに重要だというふうには私は経験から分かってきたことですよね。ですから要するにレベルの低い方が英語会話教室っていうのはあんまり意味のあることとは思いませんよね。それよりもむしろ喋る内容を豊かに豊富にするということをまず第一においてやった方が、絶対に喋るネタとして良くなっていきますねというのが自分の、今までのこう経験的に分かってきていることですよね。で、ところはどうしても、逆に初級者の方に書いて喋りたい喋りたいというふうに思ってるんですけど、そもそも喋る内容とか単語力とか何もなかったら、喋りたいって言ったってね、グッドモーニング言って、まあ、次言うことなくなるとか、そういうふうになっちゃいますからね。やっぱり、まあ、蓄積というか、こういう内容を先に事前に、研究しておくということは絶対重要なことですね。いうことを、痛感しているというのが現在のその私が取り組んでいる、オンライン英語会話と言われるものですよね。だから英語会話以前に、それ以前にこの下地でやっておく。
大量のことが絶対必要だという、うん、それが言いたいことですね。でそれ以外はね、オンラインの良さっていうのはね、やっぱり自宅にいながらできるっていう、これ決定的にいいですよね。金額的にも安いし、自宅でコンピューターいつもやってるのにするとくるくる変わるだけのことでしょう。だからそれ非常に気軽に取り組めますよね。わざわざその駅前留学まで行かなくてもという、そういう良さですね。でたまにね、音声の悪い人がいるんだよ。使われてる方のそのどういう流に読むかな、インターネット上でこう喋ってますと音が流れるような時ってありますよね、うん、ああいう人が時たまにいるんだけど、結局それはハードウェアの問題でと思うんですよね、うん、だから音声のいい感じの人を集めるようにとコンタクトするように私はしております、ということが、最近のこのオンライン英語会話ということで、私が取り組んでる一つの課題なんですけども、まあ、皆さん得られるやっぱりね、豊富な内容、喋る内容を蓄積していくということをもうまず第一にやらないと、うまくいかないでしょうね、いうことです。でないと、そもそもディスカッションになっていかないしね。だからそういうネタがないと、要するに何食べるの好きですか、お寿司ですとか温泉行って楽しかったっていうのはそういうレベルになっちゃいますのでね、はい、そういう意味では現在の社会問題っていうのはやっぱり結構こう話題になりますよね。でね、今日なんかは私、まあ、ニューヨークタイムズ見てましたら、またアメリカの銃乱射事件とか、なんか13歳の少年が警官に殺された云々とか、問題が出てましたですよね。国の場合はね、ああいうの、いや、いいとあまんが致し方ないですよね。もうまあ、この前まで私のところ世話したこうアメリカ人の青年で30ぐらいになってたんですけどね、その子は、軍隊の経験と警察官の経験があったということで、警察官時代の話なんか私聞きましたけどね、まあ、多分その子の話、うん、警察って言いましてもね、日本の警察のように単一の組織じゃないんですよね。アメリカの場合は、軍警察、州警察、FBI、それからハイウェイパトロールといろいろな形に分かれてますし、法律そのものも全部違うんですよね。例えば日本の法律ですと、東京の国会で決まるだけですよね。1個しかないですね、法律作る場所って。でしかも1個で決まった法律は日本全国全部適用されるという一つ単一ですよね、いわゆる法体系が1個なんですよね、日本の場合は。でも合衆国の場合は法体系が非常に複雑にこう入り込んでるんですよ、法律作る場所っていうのはいっぱいですからね、だから法の管轄っていうのが非常に厄介なんですよね。ジュリディクションっていうんですけどね、でね、まあ、その警察官の、多分ね、その子、ハイウェイパトロールに所属してたんじゃないかなと、そこまで確認しなかったですけどね、話聞いてると、そのアメリカ人の青年と話してるとね、で、彼が言うのにはね、装備のこと、うん、警察官の装備ね、全部フル装備してパトカーに乗ると、30キロ、防弾チョッキ着るでしょ。ほんで、ヘルメットかぶるでしょ。それで、無線機とか、拳銃、それから、なんちゅうの、手錠とか、あげなもんをドサッと入れると、もう30キロで、それ、敵を追いかけなきゃいかんので、それ相当疲れるんで。で、パトカーですよね。で、日本のパトカー見て、おもちゃみたいなって、アメリカのパトカーってね、もうほとんど装甲車のようになっておるんですよね。もう巨大なエンジン積んでて、ブワーっていって、消防の車とかなんて、バーバー消し出していけるという、もう、戦車みたいなの乗って、30キロの装備して追いかけて犯人をやるって言うてましたですよね。もうほとんど、それからもう戦争状態ですよね。もう警察官というよりも、軍隊に近いですよね。うん、で、しかも、都心部だったらもうほとんど半分戦場のような状態になってるところだから、まあ、ああいうね、事故というか、まあ、ちなみに、13歳の少年の、ことを呼んでましたら、まあ、警察官はもう当然、これは、
正しい、法に準じた正しい発砲であって、何ら問題はないという見解をとってましてですね、多分ね、それはそうなるだろうと思いますよね。あの国の場合ですとね、ああいう状況だったらもう撃たざるを得ないですよね。で、たまたまこっち側から撃ったから向こう死んでますけども、逆に殺されておったと、警官の方が殺されてるという場合も結構ありますからね。もうそれは結果論ですよね。あの現場で瞬時に判断しなければならない警察官としたら、自分の命守るためにまず発砲してしまうしかないという、非常にもう残酷な状況が揃ってる国ですね。ああいう国に生まれなかったよ。少なくともああいう国に生まれたらね、悪いことしちゃいけませんよね。警察官に狙われるようなことしたら。ちなみに警察官の、公権力の、発動が強すぎるという批判は絶えず出てきてるんですけどね。合衆国の場合はね、あれはね、もともと植民地でしょ。しかも西部の方なんて言ったらもうほとんど無法状態になってたところですからね。ですから警察官のなり手なんてなかったんですよ。ですから警察官を法によって保護し、かつその権力の行使についてはもうかなり乱暴なことやっても OK だぜというような形で発達してきて、それが今日まで伸び、ずっと続いてきますのでね、それでああいう状況になってくるということなんですよね。とにかく国に生まれなくてよかったねというふうに思います。はい、いうことで、今日ももうお時間ですね。ということで、オンラインの話、オンライン英会話の話、こんな風にしてやってます。で、皆さんもやるんだったら、やっぱり自分でこう準備して積極的にそういう形で取り組んでいってほしいですよという話で、今日は終わりです。また登録とかいいねとか、それからまた何かこう登録していきますと、オンラインいろいろ話する場所も作ってますので、ね、どうぞ出てきてくださいということです。じゃあまた。